はい、皆さん、こんばんは。前回はね、ドイツイ土佐弁の訛りの手紙を解読してあげたっていうのをミッションをやりましたね。で、今回は、その続きからやっていきたいと思います。ちょっとね、いい加減なんか進めたいなとも思うんですけど、なんか追いかける、喉ええじゃね、あれ、またええじゃねえか来ちゃった。前ね、私の動画でも出てきましたが、ええじゃねえか、またどっかでバカ騒ぎしてる連中がいるんでしょうか。またけしからの連中がいるのか。いいじゃないか、ええじゃないか。あれはええじゃないかだな。よくないじゃないか。サブストーリー23。また何か被害が出たらまずい。行ってみるか。なんかただ単なるね、バカ騒ぎする連中が周りの人たちに迷惑をかけてるっていうのが前回のええじゃないかでしたね。ええじゃないか、ええじゃないか。すごい熱気だな。あら、おばあさんが倒れてますけど。どうした？大丈夫か？すみません。あの集団に突き飛ばされてしまって。痛たたた。年寄りに怪我までさせて、これでええじゃないかで済ませるわけにいかんな。結局もうテンションがもう上がっちゃって、ええじゃないか、ええじゃないかで、もう周り見えてないような状況でしょうね。おい、おい、お前ら。なんだよ。騒ぐのもいいが、人に迷惑をかけるようなことはやめろ。お年寄りに怪我をさせてしまっているぞ。なんだこいつ。せっかく流行りのええじゃないかってやつ楽しんでるのによ。もうただ単のに、そのええじゃないかの踊りだけが一人歩きしちゃってるような感じですね、これは。ね、やはりこいつら、ただの流行りでやってるだけか。ノリでってやつですね。民衆どんも、民衆運動も、形骸化したもんだな。本来の意味をなくしてるっていう。俺たちを怒らせて、ええじゃないかじゃ済まねえぜ。俺は入りを追うだけのバカとは違う。そんなこと言わないぜ。おい、てめえ、おい、こいつやっちまうぞ。どれ、一応懲らしめてやりますか。ならずもの、あ、銃か、あ、違う。こいつら、なんか虚しく。やばい、なんかこいつ銃持ってるな。よし、二人まとめて口出しだ。ちょっとでもかなり苦労しましたね。なんか弱くなってんのかな。弱いっていうか、ちょっと武器強化とかした方がいいかもしれないですね。なんて強さだ。まだやるか？いえいえ、俺たちが悪かったです。これはお詫びです。勘弁してください。酒染めの布。すみませんでした。
やれやれだぜ。ありがとうございました、お侍さん。いや、いや、気にするな。しかし、ええじゃないかというのも困ったもんだな。ええ、でも気持ちはわからないでもないんですけどね。ないけどね。今は動乱の真っ只中、落ち着かない時代だものね。きっとみんな不安なんだよ。私も不安だしね。この後日本はどうなっていくのかね。幕府だ攘夷だ言ってね、勤皇だって言ってて、本当ね、どっちに日本が舵を取るかわからない、先が見えない状況ですから、この時代はね。まあでも、あなたみたいなお侍さんがいてくれれば安心かもしれんね。ふ買いかぶりすぎだ。だが確かにそうだな。こういう騒ぎが起きているということは、世の中が不安定で民衆が苦しんでいる証拠だ。一概に否定しているだけではいかんな。まあ前回の動画でも言いましたが、中国の日本の製品をね、次々と車屋とかを襲撃するやつ、あれもまあ結局は似たようなことですよね。不安定だということでね。あ、缶終わりましたね。しかしさっきの騒ぎで、騒ぎっていうかかなりダメージを負ってしまった。今戦闘になったらこれはまずい。あ、なんか戦、あ、これあれじゃないですか、移動させてくれる人ね。これそこ行く武士とのなんか龍が如くシリーズをやってる私はピンと きましたね。この顔は神山ですよね。ん？ん？俺のことか。ふひ。あ、サブストーリー26。刀に魅せられた男。ふひひ。そうです。一つお願いなんですが、あなた様の刀を見せていただけませんか？俺の刀を？一体なぜだ？ふひ。お願いします。私、どうしても、その刀を見なければいけないのです。なんか、オタッキー的な感じですよね。秋葉系のなんか、確かキャラですね。いきなり刀を見せろとは。この男、一体何者だ？刀泥棒か？いや、そうは見えない。もしかしたらこの男、名のある刀鍛冶かもしれん。もしや俺の刀に何か問題があることを見抜いて。わかった、ぜひ見てくれ。やったありがとうございます。グヒヒ。刀マニアみたいな感じですか。やはりこれすごくいい刀ですぞ。この形、ツヤ、手入れも行き届いてて、フヒ、素晴らしいですぞ。そうか。で、俺の刀に何か問題となる箇所はあっただろうか。え、問題？いえ、本当に素晴らしい刀でしたぞ。はっきり言ってくれ。刀は命にかかるもんだ。少しでもおかしな箇所があるなら直しておきたい。そんなこと言われても、私そういう方向には刀は詳しくないですし、ただ単に刀のビジュアル的なものが好きっていうタイプですよね、きっとね。何詳しくないのか。じゃあなぜ刀を見たいと言ってきたんだ。刀に問題を見つけたからじゃないのか。趣味です。ふひひ。そうか、じゃあな。
なんだ、無駄な時間を過ごしたみたいな。あ、ま、待ってくだされ。まだ、なんか用があるのか。も、もしよければ、これからも定期的に私に刀を見せてくれませんか。なんでお前に刀を見せる筋合いがあるんだ。え、お前は、なあ、俺の何だって言うんだ、お前は。刀を見せる？あ、はい。私、趣味で刀を収集しているものなのですが、武士殿の刀は素晴らしい。あ、武士殿の刀は素晴らしい。輝いている。刀は生き物です。あ、あなた様のような方には、きっと良い刀がたくさん集まってくるのです。というわけで、黒鉄丸という刀をぜひ私に見せていただきたい。くれなんて言いませぬ。見るだけでいいのです。黒鉄丸でいいんでしょうか。褒められて悪い気はしないが、しかし、もちろんお礼はいたします。たくさんの種類の刀を見せていただければ、私の秘蔵の刀を一本差し上げたいと思ってますぞ。刀を見たいがためにそこまで。わかった、俺にとっても悪い話じゃない。黒鉄丸を手に入れたら見せてやる。本当ですか。ふひひ、楽しみでたまらぬ。絆ですね。そうか。ところで俺はこのようなざまなんだ。ちょっと、お、どこかに強い人はいないものかなって。なんか、あ、なんかちょっと怪しいな。こういうところに今行くべきではないな。この状況だからな。何しろ、どうか回復できるものが。ちょっと今絡まれたりしたら一巻の終わりだ。ん？ここで回復させてくんないか。なんだ？なんだ？また負けちまった。もう一問なしだ。ん？あんたもここで勝負するつもりか。ここにはいろんな書き込みが揃ってるぜ。何番トライのポーカーってやつも仕入れてる。ポーカー？へへ、せいぜい破産しないように気をつけるんだな。いや、賭け事はいいんだがな、俺はちょっと今それどころではないんだ。